皆さんこんにちは。芸能界では結婚から間もない期間でいわゆるスピード離婚する夫婦が少なくありません。また出会いから間もなくスピード結婚をされている方も多いとされています。そんなスピード結婚離婚した芸能人は誰なのか気になりますよね。そこで今回はスピード離婚した男性芸能人を10人紹介していきます。1人目は山本太郎さん。 2013年7月の参院選に東京選挙区で初当選した俳優の山本太郎さんは結婚からわずか3ヶ月という速さでスピード離婚をしていますお相手は18歳年下の元プロサーファーの女性結婚するまでも交際期間1ヶ月という速さでスピード結婚されていましたが92日間で結婚生活は破綻しました離離婚婚後1年間は離婚を隠して 母と妻と3人暮らしと発言していたのですが離婚が明らかになった時は世間から批判の声が上がっています選挙中に離婚歴を隠していたことについて元妻は虐待を受けていた義父とマスコミから彼女を守るために隠していたと説明山本太郎さん曰く家に帰れるのが1ヶ月に1から3回だけという生活が続いたことで奥さんからしんどいと切り出されたことが離婚の原因となったそうです 2人目は林下清さんテレビ朝日系のドキュメンタリー番組「痛快ビッグダディ」で長年にわたる取材を受けて注目されていた林下清さんも最短4ヶ月でスピード離婚しています林下清さんといえば男で一つで大家族を支えながらも何人かの女性と結婚と離婚を繰り返していましたその中でも最短で離婚となったのは5人目の相手である美雪さんとの結婚 二人は出会ってからわずか三ヶ月でスピード結婚していますが入籍の経緯も特殊だったようですまずは林下清さんの自宅で同棲をしようという話をしていたそうなのですがその際に美雪さんが戸籍謄本を持ってきていたことからそれなら今日婚姻届を出そうということになり結婚したとのこと勢いとスピード感がまさに電撃結婚ですね離婚理由としては価値観はほぼ一致しているんですが どうしても一致しない点があってこの決断に至りましたとはっきりとしたことは語っていません離婚当時今は結婚願望はないんですがでも否定はできないですと発言するもその後2回結婚して2回離婚されています3人目はイザムさんビジュアル系バンドシャズナ・ボーカリストのイザムさんはタレントの吉川ひなのさんと1999年2月に結婚され 7ヶ月で離婚しています結婚した当時はイザムさんが26歳吉川ひなのさんが19歳という若さでしたそんな2人は1998年1月のドラマ共演がきっかけで交際がスタート吉川ひなのさんのお兄さんとイザムさんが友人関係にありもともと吉川ひなのさんとイザムさんは顔見知りだったそうです結婚会見ではお揃いで鼻にピアスをつけて壇上でも手をつないだままでいた2人 記者からの質問に対する受け答えも独特な世界観を持つ2人ならではの発言で話題になりました結婚式の後は新婚旅行へと旅立った2人ですが帰国してから吉川ひなのさんがふぎ込んでいる様子が続いたことから早くも不仲説や離婚の噂が流れ始めていたんですそして6月に予定していた結婚披露宴をキャンセルしそのまま同年9月に離婚を発表 結婚会見での様子からは想像できませんでしたが結果的にわずか7ヶ月で離婚に至ったことから世間からはママゴト婚と呼ばれていたようです4人目は霧島ローランドさん。元ファッションモデルで写真家の桐島ローランドさんと元女優タレントの江住真紀子さんは1996年2月29日に結婚しその9ヶ月後の同年10月頃に離婚されています 江スミマ子さんは女優やタレントで活躍されていましたが2017年に芸能界引退を発表しました2人は出会って短期間で結婚を決めています江スミマ子さんからプロポーズをしたそうなのですがそのプロポーズはウルード氏で29日があって面白いから明日入籍しようという内容だったとのことですまた離婚に至った理由を江スミマ子さんはひらめきと答えています入籍も電撃だったことから ひらめき結婚のひらめき離婚と世間から呼ばれていました霧島ローランドさんは三菱系のお坊ちゃまで一般家庭で育った江角真紀子さんと生活環境や性格に感覚のズレがあったことが離婚の原因なのではないかとも言われています2人の間に子供はいなかったのでスムーズに離婚は成立しましたが交際期間の短さや軽はずみと捉えられるような結婚理由離婚理由によって江角真紀子さんだけが世間から叩かれてしまいました 離婚後は2人とも再婚し子供にも恵まれているそうです5人目は石井聡さん北京オリンピック柔道男子 100kg 超級の金メダリストの石井聡さんは2010年に当時女子大生だった志賀美香さんと結婚されました2人は2010年1月にハワイで知り合い交際3ヶ月でスピード結婚をしています出会った当時 しがみかさんは金メダリスト石井聡さ,さんの存在は知らなかったそうですが意気投合して急接近したとのこと交際を始めてからはしがみかさんが日本とハワイを往復して愛を育み交際3ヶ月で今結婚しないともうしないよと石井聡さ,さんからプロポーズしたそうですまだ大学生だったしがみかさんですがいつも引っ張ってくれるからと安心して結婚を決めたのだとか 石井聡さ,さんは料理上手で、料理はもちろんのこと、洗濯や掃除方法の自身のこだわりを志賀美香さんに教え込み、一生懸命教えたことをしようとする努力家な性格も好きとデレデレした様子を見せていましたが、その後わずか9ヶ月で離婚。石井聡さ,さんは、もっと結婚に慎重になるべきだった、反省していますと語っていました。石井聡さ,さんが単身でロサンゼルスに修行した際、 都内の大学に通うし賀美香さんとすれ違いの日々が続き少しずつ距離ができてしまったという話もされています離婚後は歌手である林飛鳥さんと再婚しましたが3年で離婚されました6人目は小室哲哉さんミュージシャン作曲家音楽プロデューサーキーボーディストである小室哲哉さんは自身が決済した音楽ユニット DOS キスディストネーションの浅見こと吉田浅見さんと2001年に結婚しています。1999年頃から小室さんからの猛アプローチで交際に発展したようです。吉田浅見さんは最初は遊ばれているのかなと思いました。当時は香原智美さんと付き合っていると言われていましたから、と当時の心境を明かしています。そして2001年5月に吉田あささんが妊娠し、 小室哲也さんも赤ちゃんができたことをとても喜び結婚に至りました出産の際には小室哲也さんが病院に泊まり込んだり絶対に産む時も付き添う産休も取ると吉田麻美さんにベタぼれな様子を見せていますしかし同年9月に出産後小室哲也さんが家に帰らないことが多くなり同年11月には別居することになってしまったのです離婚の決め手は小室哲也さんの不倫 別居が始まってから数日後吉田麻美さんが荷物を取りに自宅に戻るとなんとベッドルームに女性の荷物が置いてあったそうです不倫相手は吉田麻美さんの相談相手でもあったグローブの恵子さんその裏切り行為から離婚に至ったとのことです夫のみならず信用していた友達からも裏切られたのですから離婚するのも当然ですよね7人目は和歌山喜一郎さん,和歌山喜一郎さんは、 名俳優、和歌山富三郎さんを父に持ち、宝塚歌劇団卒業生で映画女優の藤原玲子さんを母に持つ二世タレントで、勝慎太郎さんはおじにあたります。プライベートでは、2014年に俳優の上原健さんと、元タレントの大林正美さんの娘で、女優の瞳亮涼さんと結婚しましたが、同年10月にスピード離婚をしました。気になる離婚の原因は DV だったそうで、 和歌山喜一郎ささんがととある番組で離婚となった理由を説明されています。最初は先輩や俳優がいる前での振る舞い方などが理由で手を挙げてしまったんだとかしかしひとみりょうさんも手を出したと言われていてなんとハサミを投げられそのハサミが和歌山喜一郎さんの太ももに刺さったなんていうエピソードも語られていましたこのような出来事があり離婚に至ったそうです過激な夫婦だったことが分かりますね8人目は 中村志堂さん、人気歌舞伎俳優の中村志堂さんと人気の売れっ子女優の竹内結子さんの結婚も世間を騒がしましたね。竹内さんは中学卒業後、原宿でスカウトされスターダストプロモーションに所属しています。中村志堂さんは歌舞伎の名門、小川家に生まれ、父は元歌舞伎役者の初代、中村志堂。明星学園高等学校卒業後、日本大学芸術学部演劇学科に入学しました。 俳優として活活動すするも下積み生活が長く続いたそうです竹内優子さんと中村獅童さんは映画の共演をきっかけに交際がスタートしました映画の印象もあって爽やかカップルに幸せが長く続いてほしいと願うファンも多かったと思いますが中村獅童さんの女性問題が発覚しあえなく1年半の結婚生活の末離婚していますその後竹内優子さんも中村獅童さんも再婚し 子供を授かりましたが竹内優子さんは2020年に非この死を遂げています9人目は、勝地涼さん、TBS 系ドラマ「千秋もう一度笑って」でデビューし、話題作に立て続けに出演する俳優の勝地涼さんと女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーである前田敦子さんは、ドラマでの共演を機に交際をスタートさせ、 2018年7月に結婚を発表しました2019年3月には長男が誕生しましたが結婚から2年9ヶ月後の2021年4月に離婚しています離婚後は良好な元夫婦関係が続いている様子です勝次亮さんは数々のテレビ番組で2人揃って長男の入学式に出席したことや前田敦子さんからテレビで離婚をネタにしてきていいよと言われたことなど 良いいい関係をを築いていることを告白しましたまた勝地涼さんが「行列のできる相談所3時間スペシャル」に出演した際には前田敦子さんと30年後の理想の関係性について語る場面も「離婚後も仲が良い明石家さんまさんと大竹しのぶさんのような関係になれたらいいね」と前田敦子さんと話をしていたことを明かしました10人目は梶原裕太さんお笑いコンビ キングコングの梶原裕太さんは大阪 NSC に22期生として入学しキングコングとして2000年にデビュー同年には第30回 NHK 髪型漫才コンテストで最優秀賞さらに2001年の第22回 ABC お笑い新人グランプリなどで最優秀新人賞を獲得するなど早くから注目を集めます同コンビが主軸となって出演したコント番組 ハネルの扉も人気となり大ブレークを果たすことになりました2018年にはカジサック名義でユーチューバーとしての活動を開始家族を露出し一緒にバラエティ企画を行うなどして人気を集めますそんな梶原裕太さんは2003年に一般人女性と入籍しますが2004年にスピード離婚しているんです元奥さんは運動神経が抜群でサッカーやボクシングの経験があったんだとか 現在は2007年に再婚しした奥さんと暮らしています。スピード離婚していることを知った方からは「今の奥さんとの感じを見ると想像ができないです」「てっきり今の奥様と初婚だと思っていた」といった声が寄せられていましたいかがだったでしょうかスピード離婚した男性芸能人10人を紹介してきました悲しい結末から離婚をした方もいらっしゃいますが今でも良好な関係を持てている方もいましたね 好きで結婚したのに離婚という形を選ぶのにはいろいろな迷いもあったことでしょう特に芸能人の場合は一般の人と比べると派手な報道をされてしまうので大変ですよねしかしそれぞれの事情があって現在でもスピード離婚をする人も少なくはないようですいろいろあるとは思いますがおめでたい結婚報道を聞くのが最後であってほしいと思いますね最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました